というわけでね、はい、始まりましたけど、なんすか、かっこいいじゃないですか。かっこいいじゃないですか。新しいオープニング。はい、どうですか、先月予告してきた、あの、オープニングが変わるっていうのは、うん、ちょっと動画になりましたけど。動画ですよ。動いてましたよ。動いてましたね。トリトンはって飛んできましたね。すごいなぁ。いや、いいですね。これ、いいね、あの、はいはい、もともとロゴを作ってくれた、はい、あの、男マンさんという。男マンさん。はい。あの、イラストレーターであったり、アニメーターであったり、はい、あの、パチスロの、あの、こう、画面を作ってしてる方が、まあ、すごい、今回、あの、ハンコの回はどうなんだっていう、あの、ダメ出しをくらいまして。なるほど。だったら僕が、あの、作ってあげるという。ことで動画を作っていただきました。ありがたいですね。ありがたいですね。プロの方に、はい、本当に、はい、ありがたい、そういうことでございまして、はい、今回からこの動画でオープニング進めていきたいと思います。はい、ですね、はい、はい、回ももう4回目になりました。6月から始まってもう4回目、もう4回目、こっちが海外4回目、海外4回目、いいですね。張り切っていきたいと思います。パーソナリティー私、日本新劇俳優協会会員、フリーで活動しております沢村一番。はい、私、東京演芸協会所属のラッパ漫談、トリトン海野でございます。よろしくお願いします。お願いします。あれ、理事って言わない？もう、今日は言いたくない。今日は言いたくないの、うん、今日理事会あったんだけど、はい。まあ、いいですね、ノーコメント。ノーコメント、ね、ああ岩ちゃん、あ、岩ちゃん、はい。この前出てくれた。回の2回目出てくれた。はいはい。あのね、はい、ネタミスに来てくれまして。はい、西口プロレスでね。あ、めでたく入会が許されましてですね。演芸協会入ったんだ、岩ちゃん。おめでとう。東京演芸協会にまたすごいのが入ってきました。もともとうちにある筋肉がブルータス師匠って。ああ、ブルータスと昔いましたね。あの方、うちの協会まだ所属はしてるんですけど、はい、まあ、あの、今ちょっと出てらっしゃらないので、まあ、ブルータス枠というか。大丈夫ですか、あの、お肉のやつつけて出てきたんじゃないですか。はい、どうなることかと思いましたけどね。やべえなと思ったんですけど。まあ、岩ちゃんも、まあ、見てると思いますけれどもね。はい、まあ、なんとか、あのね、はい、合格して、本当。合格おめでとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。頑張ってください、ね、うん。はい、じゃあ、そういうわけでございまして、オープニング告知からいきたいと思います。はい、私ね、あの、また、あの、先月同様。あのプロレスの話題なんで申し訳ないですけど、はい、ありますでしょうか、画像が出たら お願いしたいと思います。はい、出ませんかね。あ、それこれですね。はい、9.14 新宿フェイス、PPP 東京、エチカミヤビデビュー戦萩一番プレゼンツということでございまして、あ、これまたあれだ、はい、一番さん入ってからで、私があのマッチメイクとかプロモートしております。すごい。ああ、この間言ってたの。はい、この前言ってたのジェンダーのレスラーですね。はいはいはい、はい、はい。元高校球児。すごいですね。140キロの球を投げますピッチャーがプロレスデビューします。女性としてですよ。強そうだな。はい。まあ相手もでもね、プロミネンスのセラさんという結構あの有名で強い選手なので、なかなかねいい試合になると思うんで、ぜひ見に来ていただきたいと思います。なんかもう一枚ありますかね。あ、これですね。すまあ、そのエチカミヤビデビュー戦以外にも PPP 東京、あの、いろいろな、あの、前回僕が、あの、誕生日の時にプロモートした、あの、チャンヨタさんもまた出ますし、チャンヨタさん。はい、いろんな試合がございますので、ぜひ 9.14 新宿フェイス、PPP 東京、見に来ていただければと思います。ありがとうございます。なんかもう一枚他にありますかね。なんか私、今日も、あ、これです。お、はい、10.16、これはプロレスとは関係ございません。はい、練馬の光が丘公園で、ついにパラグアイフェスティバル、行われます。3年ぶりでしたっけ。3年ぶり。もうね、私なんかね、あ、まだ言っていいのかよくわかんないですけど、あの立派な任務を仰せつかりまして、はい、はい、頑張りたいと思いますので、また、3週目の方の、はいはい、お子さんの本編の方で、ですね、本の方で、はい、はい、実行委員会の人たちが来て、ガンガン宣伝していきたいと思いますので、いいですね、はい、10.16 かな。はい、10.16、はい、光が丘公園来ていただきたいと思います。はい、お待ちしております。パラグアイフェスティバルお願いします。はい、はい、海野さんの方は、はい、僕の方はですね、9月の15日でございますけれども、京浜東北線上中里駅から歩いて5、6分ですかね、梶原、いろは亭というですね、いろは亭という寄席がございまして、はい、そこでですね、
上方の桂文福師匠の会というのをねやることになりまして、はいはい、結構可愛がっていただいてるんですよ文福師匠には、はい、東京に出ていらっしゃるたんびにこの間もね浅草でしゃぶしゃぶをご馳走になりまして、おいいじゃないですか。でその時にお相撲好きなんですよ文福師匠。あ、相撲好き、はい、で9月15日ちょうどね両国国技館にお出になるんでこの辺りで寄せ一発できねえかっていうんでほぼ抱き合わせじゃないですか。それで相撲好きやりますかっていうんで、はい、私の、写真の上に立ってる黒い着物の方が、はい、三遊亭風城さんとおっしゃって、風城さんこの間お亡くなりになった炎上師匠のお弟子さんでございます。弟子さんなんだ、はい、でアコーディオを持ってるのが慶吾さんといって、一緒に浅草昭和パラダイス、はい、パラダイスのメンバーでもあってね、音曲パフォーマーの恵子さん、はい、で僕徳で、文福師匠の4人で。面白そうじゃないですか。いやこれ絶対面白いですよこれ、ね。まあ、平日なんですけども、はい、会場を 遅くして、18時半会場19時開演と。19時開演、はい、そういうことでやっておりまして、はい、あと、配信チケットの方も販売いたすことになりました。配信もあるんだ、はい、すごい。ですからね、じゃあお家でも見れちゃう、見えちゃうんですけど、できれば寄せに来ていただきたいと思います、ね、これ文福師匠いらっしゃるのに寄せが上がるってわけにはいかないんで、ね、なんとか皆様一つ、9月の15日でございます、よろしくお願いいたします。おー、ピピピトークが9月の14日。危ねー、9月の15日セーフですね。2日連続かぶったらどうしようって。やばい、はいはいはい、はい、じゃあ僕のピピト東京と海野さんの、はい、はい、その師匠と、ね、一緒のなんかね素晴らしい寄席を見に来ていただきたいと思います。ぜひお願いいたしたいと思います。告知の方はそんなところで、はい、僕はこれで、はい、はい、というわけでございまして、今日はまたゲストが、うん、僕ね英語喋れないんで、いやいやだから外人じゃないって、外人じゃない、竹内さんだって、ああ今度言ってきたのよくわかんないけど日本人だから。ああそうなんですね、はい、はい、先月のゲスト紹介の時出た写真を見て英語できないって言ってましたからね。できないって言ってね、はい、で先月の漁師がこれを打った方がいいんじゃないかって言ってましたからね本当にね。ねなかなか、はい、じゃあ呼びますか。はいはい、はい、せっかくですか、はい、まあたくさんのお名前があるので、はい、何と呼んでいいかと思いましたけど、今日はそのバーちゃんこのちゃんことして呼びます。あ、バーのちゃんこ、はい、はい、まあ詳しい話を、あ、そうですね、はい、呼び込んだから聞きたいと思います、はい、じゃあ今月のゲストはバーちゃんこよりちゃんこでございます。よっよっ来ました、どうもナイスミートゥーナイスミートゥーこれ、ハローエブリワン、これ間違うでしょ、ねびっくりですよ、もう本当に。どうもう実際今日、まあ、初対面だと思うんですけど、はいはいはい、どうですか、まあ、実際パッと見いや、今日ね、うちかみさん誕生日で、あ、奥さんおめでとうございます、もしよかったら打ち上げ来ないかってたんですけど、打ち上げに来ないか、あ、いいじゃないですか、これ見てると思うんですけど、うん、絶対来ないと思いますおかしいな、全然怖くないよね。怖くないですよ、最近夜のお姉さんたちがハローというぐらいですから。なんか成田空港とか行ったら声かけられそうですね。そうですね、夜は何しに行ってね。まあこの風亭でございますからですね。はい、じゃあまず簡単にちょっと自己紹介、自分でちょっとなんか、ね、はい、ありがとうございます、はい、私今プレスリング JTO という団体でプレスの、はい、まあ修行させていただいている、その名前はケモと言います。ただケモです。お前気持ち悪いな、キモと言えて師匠が言ったんですよ。はい、まあそういう名前のキモ。そして今はバーちゃんこ、横浜でバーちゃんこをやらせていただいて、ちゃんこと言います。よろしくお願いします。はい。すごい。横浜の駅の近くですか、バーは。館内ですね。はい、館内。はい。ほう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 。館内から歩いてまあ5分ぐらいのところでやってるんですけども、まあ、はい、結構いいところですね。いい飲み屋さん、もう楽しい、はい、楽しいですよ。へ、テキーラとかガンガン飲む。もうテキーラが通常で飲むお店でございますので、はい、で、おつまみが餅太郎しか入ってない。なんかゴールデン街みたいな。いや、中はねすごく綺麗な、こうおしゃれな。あ、そうなんだ、ね。バーなんで、なんで。まあどん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 汚くなっていくんですけどね。でもやっぱ店は汚くなった方が嬉しいということで、その方にはもうぐちゃぐちゃになってる店です。なるほどなるほど、はい、僕とあのちゃんこはね、致死量の会っていうのを結成しておりまして、致死量まで会った時はお酒を飲むっていう、そ
それすごく危ないんじゃないですか。危ないです。もうあの今日もお酒飲めないですよ、水飲みましょうって言って白ワイン飲んで、白ワイン飲むっていうその後になったら、まあ、色がついてないとダメですよね、ちょっとブドウジュースって赤ワイン飲んだりとかそれが敵嫌いになったりとか、はい、家が嫌いになったりとか、もう恐ろしいこと。いや強いんですよ一番さん、昨日日テレであの横山康史師匠のやつやってたんですけど、はい、あの方も飲みすぎて缶コーヒーですからね師匠も康史師匠って51とかですよね、51ですってお亡くなりになったの、びっくりですよ。自分が今も56だから、まあ梅さんも今年完璧ですもんね、はい、いやいやいや、随分ね若い時にお亡くなり、まあ、ああいう方は、まあ、期間は短くても内容が濃いんですけどね。いや内容はめちゃ濃いと思いますけどね、飛行機買ったりしてますからね本当飛行機買ってね月光とか名前つけたりなんか、ね、みんな見てるんですよあれね見てるなあ、まあ、僕らもね一応致死量の会を結成して、致死量の会ですか。初めて見た時バケツで飲むんですよあれはびっくりしてバケツで飲んでました ね、 飲んでましたね。下手すると あれあとちゃんこさんはおいくつなんですか。はい、僕は47歳です。47。プロレス的には何歳か言っちゃいけないような気がする。ああ、47歳で。はい、ちゃんこ的には47歳。ちゃんこ的には47歳。ちゃんことね、規模は違う。規模は違う。別ですね。プロレス的な。47歳に56歳。はい。で、60歳。僕が一番長生きそうな感じがしない。いや、そんな気がしますね。本当にね。海野さんもなんかこう乗ったら飲み始めますからね。そうなんですね。まあ、お酒は嫌いじゃないですからね。まあ、ちょっと僕らみたいな。今日もちょっと嫌なことがあったんでね。あれあれ言わないですけどね。いやもう言いたくてしょうがない。言わないんだけど、今日申し訳ないですね。放送前にここで、はい、売ってるんですよ、うん、スタジオで、はい、それお茶杯飲みました。お酒買ってもう飲んだもう飲んだ横山康史状態ですよ。あら実は僕らも打ち合わせと称して飲んできたんかい美味しくいただきまして、TKG もちょっと卵も飲みながらの、はい、あれ食べるじゃん、飲むですからね、卵かけご飯。今日はすいません、はい、ね、酔っ払い3人でお送りします。今日はね、いいんですよ、僕、鳥越の方は、はい、ちゃんとした会社がスポンサーついてるんですけど、はい、こっちはマイセルフなんで、そうですよ、マイセルフですからね。ですから、別にね、はい、飲んでやったっていいじゃないですか、そうだ、ね、よくわかんないですけど、まあ、嫌なことがあったということで、まあ、じゃあ、その鬱憤をですね、このでかいちゃんこにぶつけていただいて。絶対帰ってくるから怖い。120キロしかないんで。うわ120キロか。すげえな。でね、まあいろいろ写真を持ってきてもらってパッパと行きたいところなんですけど、はいはいはい、まあ僕がちゃんこをゲストで呼んだっていうのは、はい、彼はその当時ですね、そのプロレスの団体、今ジャストタップアウトというところにね、いますけれども、そのジャストタップアウトの、まあボスですか、はい、高道の草という方がいらっしゃいまして、はいはいはい、今新日本プロレスなんかにも上がってますけれども、その方が昔海援隊道場という、はい、道場を海外でやると。へでその国がプエルトリコという、ほうほうほう、あれ中米なの、中米ですかですよね、はい、そうですね、もう本当に孤島ですよ。もう行くのに何時間か2日ぐらいかけないといけない、そうそう、だから僕が住ん、ね、今住んでる、はい、パラグアイとかと、まあ、ちょっとまあまあ近いって言ったらそんなに近くないけど、近くないと思いますよ、まあ、プエルトリコ、ね、同じような同じような地球の中の下ですから、はいあれプエルトリコで、ごめんなさい、はい、いやいや勘違いしてるんですけど、あれプエルトリコですからね。あ、そうですよね、切る場所が、はいはいはい、あれプエルトリコっていうルーで切った人いますよ、プエルトリコですよね、はい、本人分かってないですよ、あれプエルトリコ人はだからどこに点があるのか、もう英語の名前なんか分かんないですよ、まあ、そのプエルトリコにその道場をタカさんが作りまして、その、はい、まあプロレスの専門学校みたいな感じでね、当時珍しかったんですよ、プロレスの専門学校が1個違うところであったんですけれども、それで日本人のところで働いてきまして、メキシコの登竜門、はい、朝井さんがね、そうですね、登竜門さんができて、はい、まあそれと同時ぐらいに珍しいところがありまして、はい、そこに一期生として、はい、まあちゃんこは行ったわけですよ。あ、なるほどですね。でそこでまあプエルトリコって、まあ、なかなか遠いところじゃないですか、はいはいはい、でそこで、まあ、専門学校みたいなのがあってプロレスを勉強して逆上陸みたいな形で日本に帰ってくるっていう、まあ体みたいな、ね、なるほどなるほどね、はい、ところがなんかそのプエルトリコからいつの間にか逃げ帰って、逃げ帰った、はい、私は一番最初に入って一番最初にいなくなりましたから、ね
それあの今の座右の目は逃げるめちゃイケのサンちゃんみたいな感じサンちゃんよりはやったと思う。サンちゃんサンですね。サンちゃんさんよりはやったと思うんですけれどもサン付きじゃないとこれ先輩になりますからもうはい、はい、私逃げてるんでじゃあちゃんこも T シャツに逃げるっていう T シャツ着てますから。逃げるっていうのをもう売りにしてますから。なるほどね。ランナウェイですね。ランナウェイ本当ランナウェイした人なんですよ、はい、でプエルトリコまでわざわざ覚悟を決めてプロレスを勉強しに行って、はい、そっから一の一番で逃げて帰ったのはどういうことなんだって。しかもマジで一番最初一番初めに入ったんですよ僕あの練習生というなんか一期生なんですけど一期生で一番最初ですから。それ、なんで逃げこういう話はいろいろあったんですけどね、はい、まあ、じゃあざっくりいきましょう、はい、ざっくりいきましょう、はい。まあ、あの家庭の事情があってあのうちの母親が足を切るということになって、あ、はいはいはい、それでちょっとあの心が折れてしまったんですね。あ、なるほどね。ただねここ折れてしまったんですけれどもちょっとね20年経ってまた戻っちゃうというまた今ブルースでお願いします。やっぱ怨念とかねあるんですねジャストタップアウトには戻らなかったんですね。ジャストタップアウトという団体になったので 今はあの、はい、僕ね初めて見たプロレスがジャストタップアウト。そうなんですか。私実はプロレスも全然全く見なくてあの香川照子さんすら見てないっていうで、あの芸人友達のうちのマジシャンの光一さんっているんですけど、はいはいはい、そこの親分の、はい、まあ、なんとかさんって一緒に忘れてた、はいはい、その人がねジャストタップアウトとコインにしてて後楽園スタジアム、じゃあ後楽園球場、後楽園ホール、初めて行って、はいはい、いや見ました見ました。そのジャストタップアウト、うん、多分その場では僕もあの一般人としていたと思うんですけれども本当に最近なんですよ僕もあのプレス復帰したのは。そうなんです、ね、逃げたのが何歳ですか。あれ24とかですね。24ですよね。で20年経ってまたもう一回タカさんのところに行って行きました。はい、すごいやらせてくださいって言ってるわけですね。それまあ動画とか YouTube とかで上がってるんですけど、はい、上がってるんですけどもうねだってもう一回やりたくなっちゃったの。はい、もう一回やりたくなっちゃったやっぱね手伝っあのコロナ禍で、うん、プロレスも大変な時期があって、まあ、手伝ってっていう話があったんですよ。でチケット売るとかそういうのやってたらなんかみんな頑張ってるんですよね。当たり前だけれど、うん、若者たちが頑張っていてその空気感に触れてでも自分もあの店を休んでる時期だったんで、まあ、鍛えようかなと思ったらずるずるとやりたくなってしまって、はい、今させていただいてますね気持ち悪いから気持ち悪いからお前本当に気持ち悪いぞってずっと言われてそれは高道の奥さんに言われたんですか。はい、高道の奥代表に言われましたもうお前はねあの気持ち悪い人間なんだから本当にキモと言えって言って出会った最初ですよ、はい、一番最初に、はい、でもコンセプトはそれで決まってずっと今でも気持ち悪いをさせていただいて。なるほど、ね、宮でも気持ち悪い男でやってますからね。まあでもプエルトリコまで実際行って、はい、まあそのまあ家庭の事情とかいろいろあったと思うんですけど、はい、僕はやっぱりあの今までそのやってきたっていう、はい、人生みたいなものがやっぱり面白いから、うんうん、その松永さんがプロレスやりながらステーキ屋さんになったりとか、はいはいはい、岩ちゃんがプロレスやりながら、スノーボーダーでしたっけ。スノーボーダーあとお笑い芸人で今日肉のやつ冬はスノーボードで滑って夏は舞台で滑るっていうね本当に滑りまくってるみたいですけど岩ちゃんちょっと頑張って本当にお願いしますよ。ポカポカファミリーとしてねお願いしたいと思いますけれども、まあそういったこう面白い方を僕はやっぱり呼びたい。まあ自分がプロレス好きだっていうのも、ね、人選がすごい。人選がやっぱすごい。人選が外れが一人もいませんからね。そうですよね。面白い面白い。まあだからちゃんこもこうプエルトリコでいろいろな思い出があると思うんですけど、はい、プエルトリコでもやっぱり海外にいきなり行ったわけでしょ。いきなり行きました、はい、プロレスの勉強するんだ、プロレスになろうと、って高道の子代表があのホームページでプロレスラーになりたいやつは来いと。へー、ホームページで応募したの。ホームページで応募したんです。それではメール送ったらまあ身長センチで何センチでって送ったらもう来いって話になって、まあ、体はすごいですね。いやでも当時はまだまだ100キロぐらいしかなかったと思うんでそんなまあ細い細いまあ100キロいいんですか100キロあれば大したんですけど続きましてね、はい、なんか思い出みたいなのってあります。こう一期生なわけじゃないですか。はいはいはい、はい、いやね、俺日本人がいない国なわけですよ。当たり前だけど、おうおうそうで、なんだネズミみたいな扱いされるんですよね。多分街中歩いていたら、なんか暴走車バーって来たんですよ。ほうほうほう、暴走車バーって来て、後ろがパンと音がして、何？ここに岩が砕けた岩があるんですよ。着弾してるってこと？着弾。だから最終的に最初石かと思ったら
撃たれてるんですよね。プエルトリコね。狙われてるってことなの？狙ったってことでしょうね。日本人3人ぐらいだと的がでかいと思ったのに足当たっちゃったんですよね。だ足っていうかその岩の方に。あ、はいはいはい。すごいですね。いきなりそんなのがあるんだ。わかりました。あとエレベーター何回も落ちたりとか。エレベーター落ちる？落ちるんですよ。あそこおかしいですよ、あの国は。エレベーター落ちるってパラグアイでもないんだ、そんな。ないですか？どういうことですか？結構海外あるやつと思ってたんですけれども。エレベーター落ちるって。エレベーター乗って下まで降ります。おいしゅーって言って落ちていくんです。どういうこと？箱が箱がそのままピーンって開いてまたシューって落ちるバージョンと。閉じたままピューって降りる。遊園地のビューって降りてくるみたいなやつなの？怖い。あんまりね、勢いはね、強くないから大丈夫なんですけれども。もう勢い強かったら死んじゃいますよね。だからね、中に9人ぐらいいるんですよ、人。うわ、怖っ。これ、暑苦しくて大変だったんですけど。で、押しても出やしない。というか、1時間ぐらい出やしない。あのね、どっかの、言わないどっかの政党のね、党首がね、日本人に生まれただけでそのガチャに負けてるみたいなことを抜かしてるやつがいるんですよ、日本人政党のくせに。何言ってんだって。日本がどんだけいい国かっていうの。いや本当ですよ、外国のことを見てくださいよ。見てくださいよ、本当に。本当にメロリンが、ちょっとポカコさん見てほしいですね。本当ですよ。南米だとかあのプエルトリコの恐ろしさがね。リアルに伝わる話が。プエルトリコに行く時の飛行機に穴開いてるんですよ。えどういうこと？あ、よくあのビートルズさんとかが乗ったような、ビートルズさんとかの、まあ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 さんがあの階段、はいはいはい、これ JAL のこんなの来てる、ね、そういう、うん、でそれあとはあのとことか歩いていったらドアまだ小さいんですけど上のとこ穴開いてるんですよ、ばっかり。いや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 、え機体にですか？ああ機体に穴開いてる。でそれ上上がったらこう圧力って減圧になっちゃうから。そうそうですよね。まあ無事には到着してるんですけども、うん、まあ、あの非常にね、人生の中で一番揺れる飛行機でしたね。まあ、穴が開いてますから。穴が開いてます。俺の中で、ルーというか、ヒャーヒャー言って、なんか喜んでるし、上がったり下がったりするとき。ジェットコースターじゃないんですか。でもまあ、そういう中で、まあ、心も体も鍛えられて帰ってくるわけですから、はい、まあ、あの今、ちゃんこの同期とかもね、その一緒だった人たち、まあ、今でもプロレスやってね、やってるんです、なんかすごいんですよ、ね、いるんですよ。すごい。20年センスですからね。プロレスラーっていうのは寿命が長いですね。じゃ長いですね。他の言ったって、はい。やっぱ鍛えてるなっていうのもあるし、あ、まあ、その、恐ろしい思い出があって、で、まあ、そこからの一番で逃げ返してきて。一番帰って、早かったですよ。どのぐらいですか、期間は。僕は3、4ヶ月ぐらいじゃないですかね。あ、でも4ヶ月ぐらいは行ったんですね。はい、行ってで、まあ、戻ってきたりとかそこら辺は置いといて、ただね、最短記録はね、1日っていうのがいたらしいんですよ。あ、そうなんだ。行ってすぐ戻るという。プルトルコまで行って行ってすぐ1日で戻る人がいて。厳しくてですか？いや、わかんないんです。お、まあ、いきなりいなくなったの？行っていきなりいなくなっちゃったんで。だからそれは越したいような越したくないような。やっぱ逃げるというか、まあ、せめてね、せめてそいつも今頃逃げるって書いてある T シャツ着て頑張ってるの見てたらちょっと戻ってきてほしいですけど、ね、一緒にやらないかということで、はい、ぜひうちの番組にも出てほしいなと思いますけど。で、まあ、プエルトリコから帰ってきて、はい、まあ、そこからの今日は写真を何枚かちょっと持ってきてるので、はい、写真を見ながら楽しみだ、はい、どんどん行きたいと思いますが、はい、これはあの相模原リオというあの店なんですけれども、女の子の店で相模原のリオ、リオで、これがあの今バーレスクって分かりますか？東京でバーレスク東京、バーレスク東京という、まあ、ちょっとあの有名な女の子たちが踊る巨大な、はいはい、まあ、楽しい飲みがあるところがあるんですけど、相模を、うん、でその元々のお店になるんですよね。はい、そこ俺は、まあ、ガールズバーかつあのショーパブです。ただこうやって女の子が客引きしてるのに一番井の一番で僕が踊るという。踊るんですか？踊ってた、はい、踊ってたんです。すげえな、はい、ちょっと動画ちょっとないんですけれども、あのインターネットでまあ調べてもらったら出てくるんですけれども、はい、はい、ここで踊ってたんですよ。リオ、リオ、相模原のリオ。これはあの川って意味だと思うんですよね。リオデジャネイロとかのリオとかの。はい、で、あのこ の, あのオーナーがリオちゃんという名前。そういうことなの。あのオーナーの娘さんがリオという名前で、ね、いや、じゃあ名前がリオちゃんだからね、はい、じゃ全然南米と関係ないです。でも踊ってたんだ。踊ってました。ここであの次の写真とかに出てくると思うんですけれども、どんどん次お願いします。ちょっとね、京都アットランダムみたいなところもあると思うんですけれども、はいはい、そうそうそう、こういう舞台とかで作って踊っていて、ショーパブですか、これ。ショーパブです。
だからここでパンツ一丁で踊ったりとか頭に火乗せて踊ったりとかしてましたね。はい、それ芸人枠なんですかこれ。これね僕ね当時はね芸人って家って言われてましたね。あ、はい、プロレスラーというより芸人だとまあ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 そうだろうなと思って、だからお尻にロケット入れて火つけて5連発でやったりとかしてましたね。すげえな。どん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 中に入っていくんですよ。うわ怖い、ね、ロケット弾が中に中に5つ1,2,3,4,5と下から火つけていくんですよ。シュッピ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 どんどん中に入っていってどんどん焼けた上から焼けるというね。それをゲートして見せてやってました。素晴らしい。死ぬかと思います。だからこんなことしますよ。こんな顔でもう酔っ払ってますね。これ師匠の会の最初ですね。師匠と組む前のね。組む前のこんなこと女の子に書かれてね。これもリオで、リオ時代。リオ時代ですね。はい、リオ時代にこんなことをやっておりました。これなどういうこと。これでね、客引きしてると知ってたんですよ。客引きしてかつそのまま踊ってそのままお酒をいっぱいいただいてもう死んでるという。これ、うん、バブルの頃ですかね。あだバブルのイメージが強いんでしょうね。ですよね。そこはもともと六本木の方でやってるでかいとこがありまして、はいはい、そこの姉妹店みたいな感じでできたとこだったので。これこのペイントは誰が自分でするんですか。これ女の子が描いてくれる。女の子が描いてくれるんだ。はい。落書き状態ですよ。私は一生。はい、これ小さいですね。だからこれ女の子たちの慰安会で、はい、僕は七変化ということでこんな格好して、何でもやってますね。はい、外に出てましたね。なんかスケーターかなんかなんですよねこれね。これ何歳ぐらいの頃なんですか。これ26とか26歳でこんなことやってましたからね。もう20年ぐらい前。あ、違う、33歳だこれ。33歳。33です。はい、じゃあもうプエルトリコから帰って10年。うん、10年間ね何してたんだって話なんですけどね。そう、大体そのショーパブで大体踊ってた。ショーパブで踊ってたりとかしておりましたね。はい、あ、これこそあれですよ、チシリオの会です。これチシリオの会結成の日ですね。一番最初のこれ、この絵ですよ、このバケツ。これ海さん分かります。奥で飲んでるのが僕です。はいはい、バケツで飲んでるのが。もともとの出会いは何なんですか。もともとの出会いはまたプロレスのバーの飲み屋さんで、一番最初に、はい、一番最初にゴールデン、それこそゴールデン街で、うん、ね、今館内にあるバー04号のリョウさんと、はい、ちゃんこと2人かなんかで、はい、カウンターで飲んでて、でそこで僕にが飲みに行ってて。なるほど。なんかやたらめったら飲む人がいるんですよ。それでちょっと外で飲もうかっていったらこうバケツの会になって、はい、これ何杯飲みましたっけね。バケツね、これまだ昼間なんですよね。すごいね。10杯以上ぐらい、10杯以上飲んで、飲んでますね。このバケツ、このバケツが1リットル入るんですよ。はい、で1リットルを10杯ですから10リットルぐらいお酒。すごいね。これは死にましたね。でもまっすぐ歩いてるんですよね、はい、我々。この後もう一軒飲みに行きましたからね。はい、僕もこの後仕事でやってましたからね。はあ、こう手前にいるのは黒田さんっていうね、はい、人気のプロレスラーさん、ね、伝説的なレスラーで、許可を取ってないんで大丈夫かということでね、はい、僕はドキドキしながら歩いてますけど、はい、黒田さんまた飲みましょう。はい、お待ちしてます。まあ、ちょっとあれさっき戻って、こんなだから七変化の一つですね、仮面ライダー。これ自分で用意するんですか。用意してました。小梅田さんなんか似てるもの、共通するもの。しかも低価格でやってますからね、これは。着ぐるみじゃないですか、一応なんかそのライダー的な。これ自分で作るんですか。自分で作ります。ひどいですよね、放送事故ですよ。これ何なんですか。ね、こんな感じのね、お店でね、中に。僕はこれ店ですか。死んでますけど、はい、こういう店です。こういうところでポールダンスとかもできるお店だったんでね。ほう、いい店だったんですけどね、潰れること前提に僕は店長になりましたからね。店長だったの。店長になりました。ここでもともと10年間ぐらいやった、まあ、真ん中あたりで店長を1回経験させていただいて、はいはいはい、これもリオですか。リオですね、はい。リオ時代長いんだな。リオで多分15、16年、未商売的には10年ぐらいの間のあれなので、そう、うん、ひどいです。でもまたこれは何なんですか。コンバトラー V です。あ、僕の中の。あったコンバトラー V、はい、超電磁王用、5つかかったりするんだよね。もう着るものがないで、何としてもどうやって頭ひねって真ん中がなんかアメリカの国旗みたいな。あくまでイメージですから。なるほど。でもここの頭だけはコンバトラー V だろう。そうですね、言われればね。、はい、もう最初宇宙鉄人兄弟員かと思って。兄弟ってありましたね。
赤だからなと思って。なんだっけ兄弟って。あのあれですよ、スカイゼルとグランゼルだっけ。そう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 、あったな。グランゼルは佐々木武さんです。ああ、あの仮面ライダー2号の人ですよね。はい、見てたな今日。まあでも一応コンバトラー V です。コントバトラー V です。やっぱりあのみんなを楽しませるためには何かしなきゃいけないということで。なぜかコンバトラー V。コンバトラー V を正常期を背負って出てる。はい、もう規定も大体正常期で何とかしようというのがあったんですけど、ね。これでまあこんな感じで騒がしいお店で、もう毎日ステージがあって、毎日ショータイムがあって、上と下があるの。はい、上と下に分かれてました。ここの店は。すごいな。まあ当時はやっぱこういう店が今は本当なくなりましたよね、こういう。ないよね。はい。多分なくなってから復活させようとかそういうコンセプトで作ったところもあるんですよね。なるほど。はい。相模大野。相模原、JR の方だったかな、JR 相模原駅のすぐ近くにあったんですけど、今じゃね、もうあの風俗になっちゃって悲しいんですけど、僕。ああ、そうそうですね、多いですね。で、七変化ということで自分で考えて、自分で来て、自分で作るんだ、コンバトラ V。はい、今日はあの急遽もう曲がってますけど、ね、そんなことしてたら、眼鏡は曲がりますよ、それは。ほんで、やっぱ酒飲んで毎日やって暴れてますからね。店長さんだもんね。はい、店長でやってました。すごいな今、わざわざ曲げましたね、ちょっと。曲げましたね。いや。で、これがあの海援隊道場のね、僕が一番最初に入って一番最初で逃げ出した団体 の、はいはい、であの2つに分裂するんですけれども、でその時 の、 あのラストで海援隊道場という、あ、高さんが やめ抜けるよっていう時の抜けた後ですね。抜けた後でもうブルーフリードもなく、ブルーフリードって場所なんですけど、そこがなくなってっていう、あの変な言っていいのかな、 2AW とこう分かれちゃうじゃないですか。そうです、そうです、はいはい、その時のちょうどの、でもこんだけ人が集まって残ってね、やってたところで一番最初犬一番いなくなるっていうのもね、なかなか爽快ですけどね、僕的には。確かに、はい、分裂ってのはやっぱり考え方の違いかなんかで、考え方ですね、これ言える言える範囲だと。そうですね、まあ、言えないようなことがいろいろあるんですね。言えない事情はうちの師匠がこう、ああこれが高見純さん、ちょっと戻った時の、あのアズリで今もなんかやられてるから、やってらっしゃいますね。あの海野さん、アズリの方でも番組やられてるからね、はい、僕もジャストタップアウトね、はい、うん、見に行ってね、はい、来なきゃよかったと思いました。いやで、これあの師匠に一番久しぶりやったってどんどんでかくなったんだけど、お前何してたんだと、食ってただけですというふうに答える。あ、食っただけですってちゃんと出て。でもね、食うのも大変だったですからね、いなくなってやから。まあそうだ、ね、うん、はい、そういった意味合いで言ったら全然意味が通じなかったという、このでも向けやらせてくださいって言ってたんですもんね。行きました。こうだって師匠怖いですよ、やっぱり。これ何年ぐらい前ですか。これが1年半ぐらい前です。最近なんですね、はい、この時体重が128キロぐらいで、今だいたい120キロぐらいなんですけれども、でも体脂肪率が 40% 超えてたんじゃないかな。それで戻るのもどうなのという状態だったんですけれども、まあ行っちゃったんで、あの形つけようと思って。でもこの時はもう一回本当にプロレスやろうと思ったわけでしょ。はい、もう今はもうリスタートなんで、そうそう、ね、でとことん逃げて地まで逃げたらね、もうそれ以上は戻るとこないですから。素晴らしいね。でこれ一番最初の運動がやっぱブリッジっていうことでね、首、まあ重い重い、あの赤いパンツのやつなんですけれども、はい、道場で、道場です、はい、一番最初の道場じゃない、一番最初でもないのか。これ一応合同練習に参加してるわけですか。はい、合同練習に参加して。どうですか、ついていけるかますか。全然ですよ、ね、全然だけど、どんどん、まあ、あの動けるようには少しずつなってるんで、やっぱり47歳のおっさんがやるにはね、所詮って言われるのが嫌で、何歳でもスタートしていいじゃないですか。まあそりゃそうだ、やっぱり、うんうん、あの自分の例えばプロレスだったら内臓が壊れてなかったら動けるんだし、うん、体がね、頑張れば、ぶっかけるよね。だからそういう諦めた人間とかいっぱい海援隊道場にいると思うんで、はいはい、やめた練習生多かったんですよ。うーん、なんであのやめてる人間絶対いるんで、だからね、俺みたいなやつもいてもおかしくないんじゃないかなと思って。なるほどね。で、あの師匠が一番最初に
体験したんですけど、これ晴れてかまして私おほほ、あの見に行きましたよ、このエキシビジョンマッチ。これね、横浜のお客さんがみんなね、飲みのお客さんですごい人たちなんですよ。で、お前高道の子代表にお前張り手できないだろって言われたんで、あのマウントポジションって言うんですけど、はい、上に乗られて思いっきり叩いたんですね。はい、はい、そしたらですね、めちゃくちゃな勢いで怒られまして怒られた。そうですよね、あの何かで例えると、ただ単純にすぐ逃げた人間が戻ってきて試合やりたいって言って一番トップとやらせてもらって、しかも顔叩くんですよ、はい、こんなひどいことはないなと思って。まあそうですよね、もうね、地獄のような仕返しが返ってきて、で僕歯4本くらいないですからね。ないですよね、はい、この時この後に多分写真持ってきて、あの踏まれるんですよ顔面、これ思いっきり踏まれまして、ここから半分ないです。うわ、本当ですか。で前こんな感じでちょっと見せて。ああ、はい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 。この前歯もうずれて、もう治るのに何ヶ月か、4ヶ月くらいかかったんじゃないかな。いやー、怖い。でもやっぱね、嬉しかったのがプロレスとかどうのこうのとか言われる中で、張り手かました時に、あの仕掛けられたらちゃんと仕返し、仕返、あのやり返してくるという。その回、その後、あの、ハイタイト後、うちの師匠、筋肉がね、マッスルアップ しましてね。なんつうんだろう。目の前だったらでかくなるんですよ、人間ね。まあ、そうですね。あれ、恐ろしいですよ。はい。怖かったな、この時。でも楽しかったですね。楽しかった、よかったですよね。でも、こうやって憧れのね、高さんと。で、これ、あの、来ていただいた一番さん。一番、あ、僕とですね。はい。これやっぱデート状態でね、はい、資料の回としてこの、はい、1月7日でしたね、はい、これは、はい、何周年か、1周年記念かなんかですね、はい、これ後楽園ホールかな、後楽園ホールです、はい、これ、まあ、でも僕全部エキシビジョンとか見に行ってるんですよ、1回もあのサボってないって言ったら、すごいですね、なんかやっぱりこう思い入れが、年がやっぱね、こういうあるいい年になってから頑張ってるっていうのにことに対してなんかこう応援しようっていう気持ちにはなりますね。やっぱありがたいことに、あの年ね取られた方たちのファンが僕多くて、なるほどなるほど、あのもっと頑張れよというふうな感じで、最初はあの本当に動けなかったんですよね、当たり前だけどロープ走るときにもうゼーハー行ってるし走れないというか、でもそれも全部見ていただいて、はい、でも本当によくはなってきてるんですよ、この僕が言うのもすごいおこがましいですけど、はい、プロレスをめちゃめちゃ見てる身としてはね、見ていただいてると、まあ、まだ全然拙いんですけれども、はい、まあ、横浜限定でやって、横浜限定です。ああそうなんですね、はい、はい、わまたこうやったで、これであのちょっとパワーアップしまして、ここら辺うちの代表とリベンジ戦ですね。見た目だけは本当にすげえプロレスラーだけどな見た目だけはね、見た目と目だけは本当に怖いって言う目つけはね、で、あの蹴られるっていうね、スーパーキック食らって、でさっきのような踏み潰される蹴り方じゃなくて技としてやってくれたのが僕はもうここで嬉しかったところの一つなんですよね。やっぱりあのただの喧嘩じゃなくてプロレスという形でやってくれたんで、素晴らしいな、ちゃんとね受けてますから、飛んでますね、はい、仕返しするという、僕もここまで最初はあの張り手ぐらいしかできなかったんですけれども、ギロチンドロップという技であの喉元を壊してやろうと思って、ね、伸ばして、やっぱ高さってやったってことがね、やっぱすごいステータスですよね、はい、それこそね、一番最初はあのプエルトリコの時ですよあの人めちゃくあの衣装をね、とある選手が買ったらあのお前なんで俺に報告しないんだって言って張り手かましましたからね服買ったっていいじゃないですかそれもダメ、人間一回転するんだという、あそんな当時携帯がなかった時代なんでね、はいはいはい、連絡できなかったんですけれど、すごいな、まあね、そうやっていう形でこうリスタートして一回逃げた人間がこう20年経ってもう一回こうやろうとしてるって、なんか通じるところはあるのかなみたいな。芸人さんとかでいらっしゃるんですか、逃げて戻ったっていうと。逃げるっていうか、なんだろう、その期間が20年ぐらい空いちゃうとか。いや、そこまではどうでしょうね、僕はちょっと知ってる人はいないですね。まあ一回辞めてからまたやりたいって帰ってくる人もいますけど ね、 いいね、はい、でも自分も結構そういうところがあって、僕もパラグアイに20年いて
その一昨年帰ってきてコロナ禍で帰れなくなって、はい、で俳優協会には所属していたけど実際そういった俳優の活動とか全然してなくて、でやっぱりこうやって日本にいるとこう皆さんともう一回再会したりこうちゃんこと会って刺激をもらったりして、なんか今こういったいろんな、まあね、番組やらせてもらえるようになってからね。あ、僕も結局自衛隊一回辞めてまた戻ってますからね。あ、そう、出戻りブラザーズですね。出戻りブラザーズですね。なんでもう一回戻ろうと思った、それもそうだね、聞いたことなかった。これもたまたまなんですよ、はい、あの平成2年の夏休みに、ああの箱根小涌園、箱根小涌園、はい、あそこに1ヶ月間公演に行ってたんですよ。でスーパーヒーローショーとあの某事務所で、某事務所 で、はいはい、でアラジンと魔法のランプをかぶりもんでやってたって、はい、親が死んでも帰んないという約束で行ったんです、うん、ところが僕その時に失業保険の申請をしてて、はい、3回目の面接、はい、面接に戻らなきゃいけないんです。戻ったら36万の子、あの当時12万円もらえるんですよ。1日だけ返してくれって言ってそれからみんなおごるからって言って、箱根から一人、当時墨田区だったんで、はいはいはい、戻って、どうですか仕事してるんですよ、あの箱根で、はい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 、いや見つかんないですねって言ったら、私は失業保険あの追いますと12万ありますけど、よっしゃよっしゃって言って出たら、僕落下傘部隊にいたんですけど、うん、その落下傘部隊の時の先輩があの地方協力本部っつって、あの当時はまだ君いい体してるね、自衛隊入んないかいってやってよかったんですよ、はいはい、今禁止。あ、今ダメなんですか。ダメです。今ね、君いい体してるねなどというポン引きまがいの勧誘は現に禁止するっていう文書が出ました。へ、今やっちゃダメなんですよ。でその時に声かけてきたのが海野じゃねえかって言って、えーって見たら、その落下三部隊という先輩、すげえ。だから新しい制度ができて、今と同じです。人がちょっと少なかったの、バブルの頃で、はいはいはい、あの元いた人間を戻す策があるから、お前帰ってこねえかって、マジですかって。じゃあ選択に迫られたら笑いの取れる方で決めてるんで絶対にもう自衛隊戻った方が面白いでしょ。面白い。それで自衛隊また戻ったんです。それで、定年までいたの。某企画で箱根高原その一律抜けた時は誰かがこう違うフォローしたんですか。まあそうそうそう、あの他の人がいろいろこう、あの高橋さんとかがやってくれて米出しちゃってなるほどね、やってくれたんです。懐かしいな。はい、それで戻ったんだ。そういう制度が当時できたんですよ、再任用制度といってですね、はい、ラッキーでしたね。じゃあ1回目に行った期間と2回目に行った期間ってどっちの方が長い。1回目2年です。え、2年で辞めたの。はい、2回目が28年ぐらいから。そうですよね、30年ぐらいですからね。今もうすごいなんだっけ、偉い人なんだ。僕10位ですから。いや、そう、10位の10位殿ですから。10位殿だからね全然わかんないんだけど、すごい演芸協会では理事です。お、あ、これは今の私の店ですね。おお、もうぐちゃぐちゃの店ですね。これね、もうね、テキーラすげえのも飲まされるのよ。これ広さはどのぐらいですか、お客さん。広さはだいたい10坪、まあだいたい25人ぐらい入れる。ああ、でもバーとしてはまあまあの広さですね。はいはい。で、あのただワンオペなので25名入られるとだいたい死ぬという。ああ、なるほど。はい。でも楽しいですね、やっぱり。面白いね。で、これはあのやっぱ前の僕でもわかるガンダムでしょ。はい。武者ガンダムね。いや。惜しい。違うの、単影ガンダム。そうです。あ、そうか。私、西城秀樹が大好きでして、単影の歌を歌ってたんですよ。よー、知らないっすよ、これ。で、こういう、あのやっぱ、あの、毎月、ね。だってもうこれ関係ないじゃん。リオじゃないのに、まだこんなことしてるの。やっぱね、これね、やったんですけど、このままあの警察の前に通るというね、とんでもないことをしてますね。すごいな。はい、単影ガンダムやってますね。で、これ、あの、最近、ファイヤーダンスショーの MC をこんな喋りがもうダメな外人な感じなんですけどね。外人大丈夫ですか。外人みたいな感じなんですけどね。湘南のなんか海でやってたんでしょ、はい、毎週何曜日。湘南の海でやらせていただいて、でこれはあのファイヤーショーの MC キャストで出てたんでしょ。キャストでは出てないですね。あ、 MC で出てたんですか。でもなんか知らないけどこの風貌なんで写真いっぱい撮られまして。おー、すごい、はい、あの5、6、まあ、いっぱいって言っても5、6人ぐらいあの、はいはいはい、やってましたね。すごい、ちゃんとこう、まあ、いろいろな活動をやっぱしてますね。そのどこでそうやって言ってたのか。あ、これは、あ、これはあのうちのバーで、あ、これ全 ほぼ全体です、ね、あ、これちゃんこじゃないですか。これはあのアブドーダ小林さんとかもいたりとか、あのプロレスの大日本のね、大日本プロレスのこういう店でやっておりますということで。そうそう、海野さんこういう感じの店。うーん、これはプロレスバー時代です ね。今ちょっとプロレスのポスターとか貼ってなかったりするんですけれども、まあ、カラオケバーという形で、うん、おー、カラオケあるんですね。はい、よりハードコアになってメガネも曲がる店になってるんですとにかくテキーラはやばいから、はい、まあ、これはあの
最初の方でやってもらったフリーダムスさんという団体の佐々木隆さん の、この野球の殿、ね、の野球見た後にやりましょうみたいなイベントをさせていただいた時ですね、やっぱこういう回のやっぱプレスのファンタジーがこうやって喜んでくれる店っていうのがもう本当嬉しくて、でかつまたあの僕 あのプレス好きじゃないよっていう人たちでも飲んでくれて応援してくれるその形が本当嬉しくて今バーやってるって感じですね。入ってんだ。これそうです。これ高道の子代表と久々に会った時ですね。これ僕が体重138キロの時です。はい。まだヒゲがない。まだヒゲがないです。若いね。これ25年ぐらい前ですね。25周年とかそこら辺なはずなんで。久々に会ったんだ。久々に会って。もう逃げてから。はい。ただこの時ねやりますとか戻りますとかそれは言ってなかったですね。ちゃんこはどうやってやるようになったんですか。ちゃん店をってことですか。はいはい、これはあのショーパブやってで終わりまして、はい、で5年間ぐらい僕はあのブランカンズ飲食の方に進むみたいな話があって、それこそあの北千住の方で させていただいたんですけれども、北千住にいたんだもん、ね。いたんです。焼肉屋のやつやってました。はい。でそういうのやってて、まあ、5年間やってて、まあ、それがちょっとうまくいかなかったんですよ。で、うちのオーナーが、まあ、ちゃんこでちょっとバーやってみないかって話で。おー、これもまたなんか違う。これもあの違うあれですね。これはなんだか全く分かんない。これケンタウルスですね。はい、私の中のケンタウルスです。ケンタウルスって人と人間の、これ、人と人間じゃない、馬と人間の。そうです、何でしたっけ、仮装大会の日。仮装大会、仮装するみんながハロウィンとか。ハロウィン、ハロウィンって死者じゃないですか、死んでる人が、はい、俺単純にやるのは嫌だったんで、あれ死んでる予定です。バカでしょう。飲み屋でやってこうやって夜の店に走っている姿を撮ってもらうという。ケンタウルスの格好して、ケンタウルスの格好して、これはちょっといけない店じゃないですか。ちょっといけない店ですね。ちょっとあんまり流すといけないやつ、健全な番組なんで。で横がこう開いてたよという。うわうまい。ケンタ、確かにうまい人間ですよ皆さん。そうですよ、あの逆ですけどね。ケンタウルスは体が馬ですから。本当そうだよ。あ、でさっきのあれで、あの交番の前でこう歩いてるよって。これ捕まりますよこれ。全身タイツでも捕まらなかったもんですね。怖すぎるな。もともとあのそのショーパブがそういう外部の場所だったんで、ね、それで笑ってくれたらいいなという。ただプロレスは笑われたらいけないんで、まあ、ならそうです、ね、あのうちの師匠は一つでも笑われないようにしろというふうに。でもお前出るだけで笑われるからなというふうに言われて、まあ確かにね、それとの対決ですね。僕行った時にね、はい、あの高見千尋さんと対戦したちょっとやっぱり丸い感じの関西弁のレスラーの人がすっげえトークが面白くて、外部の人らしいんだけど、あれ笑って、あれ、あ、あの時に、あ、今日来てよかったと思ったんですけど、試合見てる時に早く終わんねえかなみたいな。なるほどね。あのトーク面白かったな。なるほどね。誰だろう関西弁の。誰ですかね、うん、結構初期じゃないですか、その水さんみたいな、ま、いや、でももう2年ぐらい前です。あ、2年だから、うん、今年がジャスタッパーとかね、3周年3周年記念の大会が今度9月の、はい、12日にありますね。ね、はい、でその後に18日に横浜大会があるという。もう、はい、18日に横浜大会、はい、あの出るんですか。出ます。よっしゃ、見に来ていってください。野毛シャーレですね。野毛、はい、シャーレでまたあの僕がキンキンなモードになってやりますんで、今ちょっと黒いですけれども。あ、もっと金髪になるんだね。もっと金髪になります。もしかしたらシルバーになるかもしれない。シルバー、はい、目つきだけは違うんですかね。目が悪いだけなんですよね。そういうわけでございましてですね、ざっとこうちゃんこと人生を、はい、怖い見てきましたけど、あっという間ですね。あっという間です。もうあと2分しかないからね。どうですか皆さん、こうショーパブとかってなんか共通のものってあります？いや僕にはないですね。ないよ。はい、寄せとはちょっと違うし、そうだね。まあ今コロナだからパブも大変でしょ。ショーパブもね、バーもね。まあでも芸人さんって言ってもいろんな形がありますから、まあ何が正しいとか何が正しくないとかっていうのは、あ、もちろん、まあ、あると思うんですよね。面白いと思いますよ。まあ、もしよければね、いいかなと思いますけれども、
はい。すごいことやってきたね。いろいろ、まあこれ半分ぐらいなんですけどね。まだ半分なのね。半分。そうですか。じゃあまた今度出ていただいて。いろんな仕事が入っておきます。はい、はね、またあの怖い話をね、あの本編の方で南米の話でもしてもらいたいなと思いますけれども、はい、じゃあ来月のゲストの写真ございますでしょうか。お、これは、あ、これが9月の12日ですね。あの、高太一デスペ工業、ねはい、代々木の第二大会ですね。大会ですね。はい。はい。ジャストタップアウトの3周年の工業でもあります。はい。はい、見に来ていただきたいと思います。はい。来月のゲストの写真はありますでしょうか。なんかロックンローラーのお兄さんの写真があれば、出ます。渡してますか。もちろん、もちろん。渡してます。はい。もしあれば、2枚ぐらいあったし。2枚ぐらいありましたよね。はい。出ますでしょうか。はい、まあ出たら出たで。いや、出るまでやめねえ。あ、出ました。はい、ドンボルカン山口さん、はい、プロレスの大魔曲を作ってる方で、はい、まあちゃんこも顔なじみの方だと思うんですけど、はい、ポココ坂井の大魔曲を作ってくれてる人です、この方。ありがたい。一番は一番取るぜ、トリトンは。ありがたいですね。楽しみです。はい、生で歌ってくれるかもしれません。おうほうほう、はい、あ、この曲ですね。はい、来月のゲストはドンボルカン山口さんでございます、はい、そういうわけでございまして、まっとぶもっと10秒しかない。パーソナリティー、私サムライ一番、鳥と海野、そしてばあちゃんこちゃんこです。